こんばんは。こんばんは。ある時期まで開幕戦行く予定だったので、栃木戦翌日は休みにしていました。なので何も予定のない平日休みに作ったただの栃木トロアッソの雑談動画です。まあ、普段もほぼ雑談動画ですけどね。それは否定できませんね。さて栃木トロアッソの雑談ですが、開幕戦の栃木の3バックは全員熊本関連の選手でした。意外と試合中は触れられなかったね。そうですね。福島が大津高校出身ぐらいでしたね。福島の話は後でするとして、他の2名は岡崎と大谷。実はこの2名は元ロアッソで2015年に共にロアッソでプレーしました。大谷は開幕スタメンだったから覚えている人もいるかもね。まあけどもう8年前ですからね。覚えている人は子さんと言ってもいいかもしれません。ただ岡崎を覚えている人はもっと少ないと思います。大卒ルーキーで湘南に所属していた当時の岡崎はセンターバックの怪我人が、続出していたロアッソの緊急補強で加入しました。そして即スタメンで讃岐戦出場。その試合で木島良介のドリブルに振り切られて失点の原因となってしまいます。おう。まあそれで負けたわけですが、不運はここから。この試合で靭帯損傷。長期離脱。復帰した頃には怪我人も復帰していて、その後出番なし。湘南への復帰となりました。その後8年後にチームメイトにってのはレアだよね。ですね。そして福島は大津高校出身。高卒でプロ入りしました。大崎と同級生ですね。この世代は選手権の時に割と話題になりました。対戦相手がね。1回戦が桐光学園高校。話題となったのは原サガン鳥栖の西川潤。経歴的に中村俊介を彷彿とさせますからね。あとは大津と桐光のマネージャーが幼馴染ってのも話題になりましたね。桐光の監督は元ロアッソ元イロッソ熊本の選手だからね。鈴木勝大ですね。ロッソ熊本の立ち上げメンバーで2年目に引退。その後はアカデミーの指導者やルーテルを経て母校の桐光の監督でした。さすがにロアッソもできて18年いろんなところでいろんな話があります。話は変わって開幕戦で退場した松岡。栃木とロアッソは相互の移籍はほぼありません。J リーグ参入後は松岡とチェクン引くぐらい？多分そうです。その話なんですが、この2名には共通点があります。それはもはやわからん。共に栃木から加入して栃木ホームで退場したことですね。それはなおさらわからん。私も敵にもこれはいらん共通点ですね。さてここからは気になるポジションの話。プレシーズンでは豊田が結構評価高かったですよね。結果開幕戦はメンバー外になりましたが、そこで気になる点があるんですよね。私は結局プレシーズンにロアッソが 3-5-2 でやってる試合は見ていないんですが、今思うと清水との練習試合は 3-3-1-3 だったんですよね。それって関係あるの？あるんですよ。この時って三島アンカーで豊田は右。だからダブルボランチかな？って、思ったんですよ。豊田って左利きで、ロアッソの中盤のサイドって結構ライン沿いの深い位置まで、降りてくるんで、そこにあえて逆足の選手置くかなって。普通に考えたらポジションが空いたアンカーやらせてみるか。田辺が離脱中だった左に置きそうなもんなんですよね。怪我人の都合じゃない？まあそれもあるかとは思うんですが、その後も右やってたんですよね。かというと左は遠山がやっていたり。まあ遠山は高校時代サイドバックだったからわからんことはないけど。まあこの辺は導入しなかった新システムでやりたかったことの名残なのか？どこかで答え合わせみたいなのが見えたら面白いと思います。そこがわかるほど戦術詳しくないけどね。さて最後はネットで知ったロアッソユース出身大卒選手の進路ですね。93代の小牧秀人がアルビレックス新潟シンガポールに、同じく93代の金田博が中国リーグベルガロッソ浜田に、作新学院大学の沢田幸太が北海道リーグ王者の BTOP サンク栗山。サッカー続ける選手で分かったのはここまでです。以上何の気なしに作った動画でした。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。